はい、どうも。なんか虫が飛んでるな。今回はですね、ネット工作員のですね、一角が見えたよってことで、そうですね、誰かが発信してたんですけど、自民党がですね、ある程度ネット工作をやってたらしく、小池百合子がですね、本部長で、自民党がですね、なんか政権に批判的な言葉をしてたらですね、そういうのやつ、まあ、見つけ次第ぶっ潰してたみたいで、道理でね、なんか変なやつが多いと思ったんだよね。で、どんな感じなのかな、自民党に批判的とかですね、おそらくまあ続かれたくないことをですね続いてるやつとかですね、あれ俺も入るのかわかんないけどね、あれこれも また薄い話になっちゃう、だけどですね、なんだろう、小池百合子が自民党だった時代っていつぐらいなんだろう、15年ぐらい前なのかな、15年前20年前とかなのかな、だからあの頃からひょっとしたらネトウヨみたいな感じの存在がいるじゃないですか、あの辺一切浅い自民党かもしれないですね、自民党なのかもしれないよってことで、だってお金持って、お金もらってネット工作してるんですよ。なんかね、なんかあるんですよ。この件は右なのかな左なのかなと思っててですね、ネットの中の意見がですね全部右に傾いちゃうとかですね、なんかそういうのが結構あるんですよ。虫がすごいな、ここやめようかな。はい、薄い話になっちゃったけど申し訳ないですけど、まあ2分ぐらい頑張ったんでね、おそらく載せますわってことで、はい、ネット工作員がですね一定数自民党なんだよってことで、はい、今回以上です。